試験様は来たか。試験様は昨夜深酒をなさりまだ眠っていらっしゃいます。何度お越ししても、下がり。はい。そうか、音は聞くがよす。もう待てる。そなたが兵を引きよ。行け。はっ。確かにあいつは生まれつき賢く悟りが早いが、それは頼みにうぬぼれている。大地は任せられぬ。ああ、偶然こんなものを手に入れました。父上ご覧ください。こんなものを。父上、試験はまだ若いのでどうか許してやってください。すべては楊州が父上を騙そうと企んだことです。大王、お呼びだそうで何かご用でしょうか。ああ、書くか。わしの子供の中では士官と試験の二人だけに才がある、はあ、そこでだな。そなたから見てどちらをわしの後継ぎにしたらよいか言ってもらいたいのだ。ん？どうして答えぬ。おい。ああ、お許しください。実は私あることを考えていてお答えできませんでした。何を考えていたのだ。はい、その昔袁紹と劉表が徴用の情を乱し息子たちが争い始めたことをです。そうか、やはりそなたはいつでも先のことを見通しておるの。建安22年、西暦217年、ついに宗妃は宗職を抑え、魏王の跡継ぎとなった。